今回は近畿日本鉄道の路線について解説していきます。多分初めてのような気がします。今回紹介するのは鳥羽線です。宇治山田駅から鳥羽駅の短い路線で、近くには国鉄三宮線がもともと走っていた中建設した新線です。現在では独立した路線として案内されるものの、伊勢中川駅から宇治山田駅の山田線及び鳥羽駅から賢島駅までの島線の両方と共通の運用をしていて、伊勢島ライナーとか島風とかが一体で運行されています。しかしこの路線だけ建設がされたのが遅いです。もともと島線は1067ミリで建設された島電気鉄道の路線で、戦時合併で三重交通の路線になりました。その後三重交通は現在近鉄のグループ企業になっています。また山田線は三宮急行電鉄の路線で、伊勢神宮参拝のために国鉄の三宮線と対抗していました。宇治山田駅までの路線でしばらくは島線のみ途絶えていました。1965年に買収され、1970年には鳥羽線も開通し、賢島方面への観光開発も進めました。国鉄は島方面は鳥羽のみで、島磯部などの方向へは列車が運行されていませんので、近鉄の独占状です。そうして伊勢市から鳥羽市を結ぶ鉄道ですが、これ自体は三宮線が担当しているものですから、山田線と同様激しい対決になるわけです。案の定競争になり、名古屋駅から鳥羽方面への交通手段は近鉄の圧勝となっています。全線複線化した1975年の前に国鉄も対抗策として伊勢線を建設して、亀山の迂回を解消し、ついでにスイッチバックを解消しています。とはいえ関西線は名古屋近郊でも単線の路線ですから、近鉄には勝てっこありません。というわけで長距離移動の観点からすると、近鉄の長距離路線網を拡充し、大阪方面や京都方面など多くの方面から運行される特急島風も登場していますし、三宮線を叩きのめす上では随分強い路線ですね。当時の国鉄は対抗するお金もなく諦めました。結局その時代に建設できなかったために、JR 東海も対抗するだけお金がかかりますから、最低限のことでキハ75系の快速三重を走らせています。普通に列車交換や駅での運転停車がなければ近鉄に勝つ算段もあるんですけどね。近鉄に勝つほどの費用対効果がなかったんでしょう。残念な限りですが、国鉄は勝てませんでした。鳥羽線自体がここまで新しい路線であったとは思いませんでした。昔は三宮線だけで良かったんだろうけど、近鉄の満足する状態にはならなかったということでしょうかね。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルマイトリップでは、毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。